秋山博恵さん。おはようございます。立憲民主社民の秋山博恵です。本日の議題であります完全定率法等の一部を改正する法律案に関連し、税関業務について幅広く取り上げさせていただきたいと思います。首都圏の緊急事態宣言は先般解除されましたけれども、新型コロナウイルス感染症は引き続き猛威を振るっております。我が国における新型コロナウイルス拡散の最初の大きなきっかけでありましたダイヤモンドプリンセスの事案でも象徴されますように、島国である日本においては港や空港がウイルスの主要な侵入口になります。ウイルス防止における水際対策の重要性が他国以上に比重が大きくなっていると言えるかと思います。その一方で、この水際での取り締まりに従事する税関職員は、通常の業務用に感染リスクが高い状況にあります。そこでお伺いしたいのですが、税関職員の安全対策はどのようになっているのか、課題も含めてご説明願いたいと思います。財務省田島関税局長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、税関職員は入出国する旅客や、また貨物の検査に立ち会う事業者など、不特定多数の者と接するためですね、相対的に高い感染リスクにさらされていると認識しているとございます。このため、職員が安全に職務を全うし、また旅客等におかれましても、安心して税関検査を受けていただくと。ということで、適切な健康安全対策が大変重要であると考えてございます。具体的には、まず基本的な対策として、この手洗いや消毒、マスクの着用、これは当然のことでございますが、必要に応じて、フェイスシールドや防護服の着用を職員に指示してございます。とともに、飛沫の対策としまして、空港の税関検査台などでのこのビニールカーテン等の設置ですとか、執務室内では、机の配置の見直しとか、パーティションの設置などを実施してございます。加えてですね、そもそもは対面が多ございますが、この対面の検査ややり取りをですね、極力避けるという観点から、例えば電子ゲートですとか、X 線 CT スキャンといったこう非接触、接触せずにこう検査ができるような機器、こういったものも活用しているところでございます。引き続き職員の安全対策に万全を期してまいりたいと考えてございます。秋山博恵さん。税関業務のリスクの高さに合わせた、やはり十分な対策をお願いしたいと思います。また、ご答弁いただいたような基本的な感染防止対策や、必要な手続きを非接触で進めるための取り組み等が求められる中、業務量の増加に伴い、税関職員の負担が増している可能性にもご留意いただければと存じます。過去には重症急性呼吸器症候群、いわゆる SARS の流行時も含めて、水際の第一線では常に職員への危険が伴っていると考えます。仮に税関でクラスターが発生するなど、税関職員が大量に罹患した場合、水際での取り締まりに支障をきたし、安全安心を司るディフェンスラインが崩壊して、不正薬物ですとか、テロの危険性がさらに高まる事態も起こりうるのではないかなと心配します。税関として、今回の件も含めて、ウイルスなどによるパンデミックを想定した体制整備に関し、今後、どのように取り組まれるのか、方針を大臣にお聞かせいただければと思います。麻生財務大臣。今ご質問ですけど、税関においてのこの水際の取り締まりの話に支障をきたさないようにというご配慮なんですが、先ほど今関西局長の方から申し上げた、その監視感染防止策の徹底に加えて、業務をこう継続させていく必要がありますんで、勤務体制の構築っていうのは、これ今の関この何ですか、この感染対策に関連して、出勤する人数を半減上陸させたり、いろんな形にしておりますので、
勤務体制にかなりいろんな配慮をしなきゃならんということだと思っておりまして、具体的には職員に新型コロナ陽性者が確認された場合の濃厚接触が疑われる周囲の職員を在宅勤務等々、それでも業務継続が可能になるようにしておかないといけませんので、普段から同じ部門の職員を複数グループに分けて交代で出勤する体制等々を今構築をさせておりまして、職員が職場内で濃厚接触者となるリスクの低減を図っておるところでもあります。引き続き業務継続に必要な体制整備と行うとともに、不正薬物テロとこれある種特殊技能を要しますので、そういった訓練を積み重ねられる、そういった意味で私どもとしてはこういったテロだ不正だそういったようなものに対する密輸というものの防止にも努めてまいらねばならんところだと思っております。秋山博恵さん。今まででなかったとしてもですね、税関職員にクラスターが発生する危険性は他よりも高い確率であるような気がいたします。そうなった場合でも水際の防衛線に穴を開けない準備が必要だと思います。コロナの影響で大きな打撃を受けるまでは、政府は観光立国政策を掲げ、訪日外国人が増加し、物品の往来も盛んでした。コロナ禍が収まれば、この傾向は再び回復してくると予想されます。その一方で、芸能人などの覚醒剤をはじめとした薬物事件のニュースは頻繁に流れますし、大口の密輸入の事件が増加していると聞いております。摘発実績や覚醒剤など、不正薬物に関する摘発実績や押収量などの状況について、全体との比率も含めてご説明願いたいと思います。田島局長。お答え申し上げます。税関による不正薬物の押収量は、この5年連続で1トンを超えると。言ったような形で増加傾向にありまして、極めて深刻な状況となってございます。また今お尋ねございました不正薬物のこの国内押収量全体に占める水際での押収量の割合、これは約9割となってございます。具体的な押収状況を若干申し上げますと、例えば平成元年にはですね、空港機旅客や空港貨物による覚醒剤の密輸押収量、これが過去最高を記録いたしました。また令和2年でございますと、海上貨物による覚醒剤やコカインの大口密輸事案といったものを摘発したり、また最近ですと MDMA、大麻樹脂といったような押収量も増加してございます。先ほど押収割合9割と申し上げましたが、そのようにその不正薬物のほとんどが海外から密輸入されたものと考えており、税関での水際対策の徹底が重要と考えてございます。秋山博恵さん。不正薬物の押収量の規模の大きさに、改めて驚きます。押収された分でこれだけの規模になるということは、国内に持ち込まれている不正薬物はさらに、莫大なものになっていることだと思うんですが、昨今芸能人などの逮捕報道も耳にしますけれども、国内での摘発は、末端が多く比較的小規模のものが多いと言えると思うんですね。その割に捜査エリアは広く、そして捜査対象も膨大になっているので、国内での逮捕などにかかる人員、それから人件費、準備など相当なものがあると思うんですね。一方で水際を担う税関ではエリアの対象も絞り込むことが可能で、流通の上流段階であるので押収の規模も非常に大きい傾向があります。成田、羽田、関空、中部、そして福岡空港などの大規模空港では、税関職員1名が数分で3キロから4キロの覚醒剤を頻繁に摘発されているそうです。覚醒剤1回の使用量は約 0.03 グラムとして、使用回数からすると10万回分になるんですね。日本の島国という特性から、国境を越えてくるリスクに対応するためには水際対策が非常に有効であり、
かつ効率的であるとということが分かります。これは新型コロナウイルス等の病原菌を抑止するのに、水際対策が重要であるのと同じことだと思うんですね。さて、不正薬物の密輸入が後を絶たないということは、日本が狙われているというふうにも受け取れると私は思います。税関を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、この30年間における状況を比較しますと、入国者の数が約 4.1 倍、輸出額が約2倍、輸入額は約 2.7 倍となるなど、さまざまな側面から見て、国境を越えて人や物の動きの拡大が進んでいることが分かります。また、税関行政をめぐりましては、不正薬物、金の密輸、知的財産侵害物品などに関わる水際取締りの強化の要請や、越境電子商取引の拡大、経済連携協定の進展など、一層複雑化、そして多様化の傾向にあると考えられます。緊急事態宣言明けを受けて、海外との往来も再び盛んになっていくことが予想されます。水際での取り締まりは、今まで以上の対応がこれから求められると考えますが、今後、どのように対応していく予定でしょうか、大臣、お願いします。麻生大臣。今ご指摘になりましたように、税関におきます不正薬物の押収っていうのは、これはこう増えておるという流れになりまして、5年連続して1000トンじゃない、1000キロ。1トンを超えるというような増加傾向にありますので、これ、極めて深刻な状況だと思っております。加えて、これにいわゆるオリンピック・パラリンピックに合わせまして、いろんな形で大きな会合等々に、テロの対策というのも合わせて、これ、やらねばならんという重要な課題だと思っておりますので、いわゆる重要な人が入ってきそうなところに、重点的な人員配置を行うと同時に、機械とか、いろいろな情報とかいうものの関係機関との協力が大切ということで、国内外の関係機関と情報収集して、PNR、パッセンジャーネームレコードっていう飛行機に乗ってきた段階で、その関係国からリストを最初に頂戴するというと、その中のあれを洗いますと、その中でこの人、前の日本に、こういったことでっていう前歴がバッと出ますんで、そういったものを洗えるような情報をするとか、X 線等とはもちろんですけれども、例えば不正薬物爆発、トレードディテクションシステム、TD、システムか、TDS っていうんですけれども、なんでしょうね、荷物の周りにそういったとした微粒子、これ爆発物とか、これ麻薬の粉とか、いうのは直ちに分かる機械っていうようなものがあるんですけれども、そういう TDS みたいなもの等々の検査機器を今購入を新たにだいぶさせていただいたりしておりますので、警察また海上保安庁そういったところと一緒になって合同取締りなどの行為などを一緒にやらせていただいたりしております。いずれにしても水際対策っていうののものの方が効果が極めて大きいんで、散った後の話より散る前に一括っていう方がよほど効率も高くなりますので、私どもとしては最初の段階でということを考えて万全を期してまいりたいと考えております。牧山博江さん。ぜひしっかりとした対応をよろしくお願いしたいと思います。さて、模倣品など知的財産権の侵害に対応するのも税関の役割の一つなんですが、令和元年における知的財産県侵害物品の輸入差し止め件数は2万3934件、そして輸入差し止め点数は101万8880点となっており、7年ぶりの100万点超えとなっています。輸入差し止め額は推計で約128億円に上ります。近年の国境を越えた電子商取引の拡大等に伴い、海外の事業者が日本国内の個人に対し、模倣品を
直接販売するケースが急増しています。摘発され、そして輸入が差し止めされ、差し止められているのは、ごくごく一部しかないのではないかということが懸念されます。知的財産権の侵害は財産上のものだけではなく、国民の安全に関わるケースも多く含まれています。安全基準を満たさない偽物タイヤや、有名医薬品と見せかけた有害物質などが例です。これら模倣品など、知的財産権への侵害対応なども考えますと、税関が対応するべき対象数は膨大なものになるんですね。もちろん、全品目、全数、検査するのは物理的に困難でしょうけれども、国外からのリスク侵入を防止するのに必要な割合の調査はできているのでしょうか。中西財務副大臣。はい、牧山委員、ご紹介いただきましたけれども、知的財産侵害物品についても、令和元年の数字をご紹介いただきましたけれども、令和元年で輸入差し止め件数が2万4000件だったものが、令和2年には3万件にまた増えているということでございまして、水際対策の重要性というのは、さらに、高まっているということなんじゃないかと思います。で、全体では年間7000万件にも及ぶ輸入申告、輸入申告を行われておりますので、全館におきましては重点的な人員配置を行うとともに、先ほど大臣からご紹介ありましたとおり、国内外の関係機関から得た情報や X 線検査装置、不正薬物、爆発物探知装置といった最新の取締り検査機器などを活用しつつ、関係機関とも連携することで、リスクの度合いに応じた効果的、効率的な取締りを行うこととしております。今後も航空貨物を中心に輸入申告件数の増加が見込められる中、知的財産侵害物品を含め、国外からの不正な貨物の流入を防ぐため、これまでの取り組みを一層強化し、厳格な水際取締りに万全を期してまいりたいと思います。牧山博江さん。税関では貨物を回避して不正薬物などを発見するとともに、取り調べなどの初動調査を経て告発すると聞いております。このような職場ではマンパワーが絶対的に必要であると考えます。機械化によって効率的な業務運営を進めるべき分野ももちろんあります。ですが、機械化が及ばない、または及ぼすべきでない分野も確実にあるわけです。専門性が高かったり、きめの細やかな慎重な取り扱いが必要な分野のことです。この両方が揃わないと、日本を薬物汚染から守ることはできないと思います。水際で安心安全を守るためのヒューマンリソースの確保などは必須ですので、今まで以上にお願いするとともに、政府としての決意をお願いしたいと思います。大臣、お願いします。麻生大臣。これはいわゆるマンパワーと称する、力がこれはある程度避けて通れん問題なので、人が増えてまいりますので、それに対応するということなんだと思いますが、まず航空貨物の輸入申告件数はこれはもう急増しておりますので、5割以上毎年増えておりますので、えらい騒ぎになっております。また、化学製剤での不正薬物の押収量も増加、先ほど申し上げたとおりです。また、国際的なテロの脅威が高まっておりますので、もうこれは世界中似たようなものでありまして、また日本の場合、特に金の地金の密輸というのも、これは極めて手口が巧妙化してきていると思っておりますので、多くの課題に直面をしておりますが、税関においてこの検査機器とかいうようなものに頼るところも極めて効率から言っても大きいと思いますけれども、人員というもの絶対量が不足しておりますので、人員の確保を図ることが必要であるということで、税関の定員につきまして、令和3年度もいろいろありましたけど、150人純増ということにさせていただいておりますが、この問題に提起されまして、5、6年前から私どもこの3年間、毎年200人以上の純増を図らせていただいていると思っておりますので、
5、6年前に比べてそれなりの人数は随分確保できるようになってきたなと思っておりますが、引き続きこれ努力をしてまいりたいと思っておりますので、効率を考えないかんところもありますけれども、これだけ人が増えてくる、今ご存知のようにちょっとコロナで少し人が増えるというのは一挙に減った形になっておりますけど、これが終わりますとまたどっと増えてくる可能性が十分にありますので、それらに対応ができるような体制というものを作ってまいりたいと考えております。秋山博恵さん。公務に関してはその優先度や状況に応じて必要な人員数を機動的に配置することが重要だと考えます。さて、先ほどご説明のあった財務省の中長期ビジョン、スマート税関構想2020、この構想には資料にもお配りしていますように先端技術の活用が含まれています。先ほどから再三述べていますように、日本は四方を海に囲まれた島国であり、大部分が空港や港を経由するとはいえ、空港や港以外からの違法な侵入や持ち込みもなされていると想定されております。長い海岸線のすべてを今までの方法で監視するのは物理上不可能だと思うんですね。そこで最近機能向上の著しいドローンなどを活用して必要な監視を行うというのは非常に効率的であると考えます。また現在でも調査対象の物品の判別について機械化がなされているというふうにお伺いしています。この通関審査を支援する機械判別について AI を将来的に活用していくことも検討すべきではないかなと思います。今後税関の調査対象が増えることはあっても減ることは想定できないわけですから、こういったこともぜひご検討いただきたいなと思います。これらの先端技術の活用についてここで要望があるんですが、関税局の工程表によりますと、例えばドローンの活用については効果検証や導入に向けた検討を2024年までに行うことになっており、通関審査への AI 導入による業務の高度化の実現は2029年とされております。例えばドローン等は最近の技術の向上も著しいものがあります。もう少し優先度を上げてスケジュールの前倒しを図るべきではないかなと思いますが、この点につきまして財務省のお考えをお願いしたいと思います。中西副大臣。はい、牧山委員おっしゃられる通り、可能なところから前倒ししてやっていかなきゃいけないという問題意識で取り組んでおります。ご紹介いただきましたスマート税関構想の実現にあたっては、工程表に沿って進捗管理を行うとともに、税関を取り巻く環境を踏まえてスケジュールの前倒しが可能な取り組みについては積極的に施行することとしております。その中で例えばお話にあったドローンですけれども、ドローンの活用については当初の計画に加えて早期の導入に向けたさまざまな飛行実証を今行っているところであります。また AI の活用についても導入可能となった分野から随時導入すべく検証を繰り返しているというところでございます。いずれにしても優先度の高い取り組みについてはご指摘いただきましたとおり、できる限りスケジュールの前倒しを行って行政事情にしっかり応えていきたいと思います。牧山博恵さん。ぜひ前向きにご検討いただければと思います。国境をまたぐリスクの増大に対応するために効果的効率的な業務運営を行う上で機械化はどうしても必要だと思うんですね。ですが先ほども申し上げましたように、検査や操作その他の業務で絶対に人の手による確認ですとか取り扱いが性質上求められる分野はまだまだ多いと思うんですが、機械化の導入と同時にやはりマンパワーの確保もまた必要不可欠であることを申し添えておきます。さて、現在国境を越えるすべての人や物の移動や交通におきましては CIQ といわれる
体制で行われています。資料3をご覧ください。 CIQ とはカスタムズ、イミグレーション、クアランティンの略であり、税関出入国管理検疫所を意味します。日本の主要な港湾、空港のほとんどでこの CIQ 体制が整備されています。人の出入りは主に入管、物に関しては税関、それからウイルスをはじめとする病原体ですとか有害物質の侵入を防ぐのが検疫です。組織的に整理しますと、税関は財務省、それから出入国管理は法務省の外局である出入国在留管理庁、で 検疫所は農林水産省と厚生労働省がそれぞれ所管しています。まあ、これを見ますとですね、実に4つもの省庁に所管がまたがっている。で非常に複雑だと思うんですね。で業務の重複から来る非効率も相当なものがあると想定されています。現在の CIQ 体制についてますますな、難度が上がる業務への対応と、それから業務の効率化の観点から業務の統合や情報の共有を進めるべきではないかなと思いますが、さらに組織の統合もここで、立ち止まって検討するべきかと考えますが、大臣の見解を賜りたいと思います。麻生大臣。今 CIQ っていうか、この市の担当をしております役所の話からのお話でしたけれども、この3つは結構その役所とはともかくと、その現場のその3つに関しての横の連絡はかなり密な方なんだと私どもそう思っておりまして、海上自衛隊と警察は電話がつながらないと、そのふざけた話は今ありませんし、かつては、海事と海上保安庁と海上自衛隊は電話がつながらないほど連絡がない。第7艦隊ではすぐつながるってふざけた話やってたんですよ、真面目な話。運輸省ってところは、私はそれはふざけてるということで、この7年間できれいにそれは今一緒に飯を食えるところまで来ましたんです。そういった同じところでも食べないわけですから、だからそういった意味では随分これは直させていただいたと思っておりますが、今のお話の組織のとにきましては、これ専門知識はこれは全然違いますんで、固有の業務として確立しておりますんで、どうしてもこれ逆に非効率なんじゃないかなという感じが正直いたしております。今後このクアランティンというその CIQ の話 の関係機関の連携っていうのを必要に、さらに連携をきちんとしておかなきゃいかんと思いますけれども、この関係者間の一同との現場の人たちの意見というのは極めてしょっちゅう同じ職場におりますので、密接なところだと思っておりますので、いずれにいたしましてもこういったところで直ちに今これを合併させてということによって効率が著しく向上するというような感じはちょっといたしておりませんので、連携の密というのは今後ともさせていかねばならないと思っております。牧山博恵さん。組織をもう一体化すれば予防の共有が効率的かつ迅速になりますので、ぜひ前向きに、そのような形というか体制をお願いしたいと思います。終わります。